はい、お願いします。よろしくお願いします。大丈夫ですか？はい、はい、どうぞ。 OK、はい、今から岡山市、岡山市長表敬訪問に行くにあたって、ちょっと移動中の時間を使って木山監督インタビューをさせていただきたいと思います。はい、で、今回あのツイッターでファンサポーターの皆さんからこう、木山監督に聞きたいことがありますかというので、はい、質問を募ったところ、50を超えるたくさんの質問をいただきましたので、まあ、その中で全部は紹介できないんですが、はい、いくつか、移動の時間を使って質問させていただきたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ではまず、最初にこれ松尾さんという方からの質問で、はい、監督自身サッカーを始めたきっかけは何ですかという質問です。ああ、僕ね、あの伊丹市っていうところで育ったんだけど、はい、兵庫県の野球盛んで、はい、もともと小さい時僕も野球が好きで、はい、野球少年だったんだけど、ちょうどそのなんて言うんだ、今で言うリトルリーグっていうんだっけ、はい、それにこう入ろうと思って、あの練習に行ったら、まあ、結構厳しくて、当時ケツバットとかあるじゃんで僕一人っ子だったから、それ見て俺無理だなと思って、で横でなんか楽しそうにやってたのがサッカーだったので、小学校3年生の時、はい、それでサッカーを始めたのが一番最初ですね。なるほど、最初は野球をされようとしたけど、そう、そうで、あ、もうこれサッカーの方がなんか楽しそうだなと思って、うん、軽い気持ちで入ってみたのが、うん、その後ハマっちゃってずっとサッカーやってますけど。じゃあ続いての質問いきたいと思います。アップセットさんから、はい、好きなお酒、食べ物は何ですか？ああ、ですね。まあ、好きなお酒はもうビールはやっぱり一番好きですね。はい。でも、基本的に何でも好きって言ったらただの酒飲みみたいになっちゃうけど、何でも好きですよ、飲み物。ただ、日本酒はね、飲むと次の日辛いことが多いんで、日本酒はできるだけ、もうここぞという時以外は飲まないようにしてますけど、それ以外は大体好きですね。ほぼ毎日飲まれるんですか？飲みすぎないように、気をつけてはいますけど、今も一人なんで、はい、家に帰って、ね、トレーニングのこととかいろいろ終わって家に帰ったら、まあ、スーパーでお惣菜買って、ちょろっと飲んで、で、早く寝るように心がけてますけど。はい。矢形一郎さん、休みの日のルーティーンとかありますか？ルーティーン、まあ、今僕も単身赴任で一人暮らし始めたので、とりあえず今まだ休みが何回かしかないんで、まず朝起きた時に洗濯着るもんがなくなるちょうどタイミングなんで、一週間ぐらいしてきた時にまず起きて、何をするよりも前に洗濯機を回してそっからスタートですねその後はなんだろうな、まだどこにも出かけてないけど、まあ家にまだ足りないものとかがあるから、まあ買い物に行ったりとかしてますけど、はい、釣りが好きだからね、はい、余裕ができたら釣りしたいけど、まあでもチームがうまく軌道に乗るまではちょっと封印してはい、もし僕が釣りしてるのを見かけたら、それはチームが勝ってる時だと思ってください続いて、熊さんから、監督業のやりがい、はい、醍醐味は何ですか？醍醐味、まあやっぱりこうチームがこう成長していく姿とか、選手がこう成長していく姿を見るのは本当に楽しいですし、あとまあ僕がやっぱり一番好きなのは、まあ勝った後に選手とサポーターの人たち、ファンの人たちがこう一緒になってこう喜んでる姿を見るのがもう僕の栄養で、なんかそれを見れば、なんか日々大変なことがあっても、なんだろうな、もうまた次頑張ろうと思えるというか、もうそれを見るためだけに、毎日頑張ってるような気はしますけどね。続いて結構、似た質問が多かったんですが、はい、アルクさん、海外リーグでよく見るチームはどこでしょう？タツトンさん、好きな監督、指導者、または参考にしている方がいらっしゃいますか？
参考にしている監督やチームはありますかなど、結構こういった質問が多かったんですが。まあもちろん最近なんかだったら、まあやっぱりリバプールとかが好きで、あれですけど、よく聞かれる質問なんだけど、昔だったら本当に僕もベンゲルさんが好きで、もうアーセナルがすごく好きだったので、最近はそういうこう、このチームだけが好きっていうのは、それ以上アーセナルを超えるチームが出てきてないから、あんまりないですけど、でもまあ、リバプールとか、まあプレミアのそういうこう、すごくこう、アグレッシブにやるサッカーを見るのは好きですけどね。特にどこの国のリーグが好きだとか、いうのはあるんですか？でも、プレミアと、リーガは好きですね。スペインなんかは、何年かに一回か、実際に行ってみたりとか、練習見に行ったりもしてることもあったし、好きですけど、でも、どれか一つって言われたらやっぱりプレミアが好きかな。はい。では続いて、佐々木浩平さん。もうすぐ誕生日ですが、誕生日プレゼントに何か欲しいものはありますか？50だからね。20じゃないよ。50だよ。50、自分が50になるのをちょっと、想像ができなかったけど、なんだろう。なんかもう、ちょっと、歳を取るのをちょっと ちょっとしばらくやめたいなっていう思いだけど、なんだろうな。欲しいもの。でもやっぱ昇格したいよね。したいっていうかね、やっぱりしなきゃいけないと思うし。で、そこに向かっていく、なんかこう、みんなのこう、気持ちの盛り上がりがあれば、無理なことじゃないと思うので、なんかそういう雰囲気になってほしいなと思いますけど。まあ、ちょっと違うか。プレゼントじゃねえな。それは俺が作れって話だな。なんだろう、まあ何でもいいや、なんかください。続いて、リュウシさん。選手時代、監督時代通して一番印象に残っている試合は何ですか？一番印象に残っている試合、難しいな。僕ね、記憶力結構いい方だと自分で思ってて、自分がやった試合、あと監督した試合も多分ほとんど覚えてて、だからいろんなところで聞かれた時に、結構あの時のあれ何対何だったでしょうとか、あの時こうでこうやって勝ったでしょうって、だから結構覚えてるんで、でどれか一つって言われたら、なんだろうな。でやっぱりいいことよりもやっぱ悔しいことの方が思い出に残ってるっていうか、でそういうスタンスで言ったら、やっぱり千葉の時のプレーオフの決勝で負けたのはなんかもう自分の心の中にずっと引っかかってて、だからなんかやっぱり試合って勝たないとダメだってより強く思った試合で、だからなんかそれをこうずっと今自分の中でもどこのチーム率いても、まあ、やっぱり試合は勝たなきゃいけないっていう思いで、まあ、やってる原動力っていうか、だからそうなるのかな。あの試合はなんかすごく自分の中に、思い出というか、こう、悔しさ、として大きく残ってますね。では、続いて、はるさん。檜山監督は落ち着いた雰囲気で、あまり失敗がなさそうなイメージなのですが、今だから話せる監督としてのうっかり失敗エピソードがあれば、こっそり教えてください。これ、YouTube なんでこっそりじゃないんですけど。いやいや、失敗ばっかりよ。っていうかもう失敗しかしてないっていうか。でもなんか、まあ、失敗だけで終わりたくないと思っていつも頑張ってますけど、こっそりか、これ YouTube 出るんだよな。あれ言っちゃまじいしな。あれ大失敗だったけど、なんだろうな。いや、ありすぎて、本当に笑っちゃうぐらい、多分これ、なんかお酒とか飲んだらポロッと喋っちゃうんだろうけど。そうだね。パス、この質問。はい、難しい。きびだんごさん、選手に指導する際に心がけていることは何ですか？僕は、
要はもう僕でしかないと思ってるんで、あの選手たちに本当にこうあのまあ素直に向き合うというか、あの嘘でもなく演技でもなく、あの大きすぎるわけでもなく、なんかまあ等身大の自分でやっぱりチームが強くなるために、あと選手がより良くなるために必要だと思うことをあのまっすぐにこう言おうと、あのそういう付き合い方がまあ自分の信条というか、それしか僕できないと思ってるんで、いろんなタイプの指導者の人、監督さんいると思いますけど、僕はもう選手にあの自分の思ったままの形で向き合おうと思ってるのがあの自分のスタイルですかね。はい。ワーフェイフェイワーフェなんていうのか、ワーフェリンさん、試合日の験担ぎやルーチンワークはありますか？ね、これもどっかで言ったことあるんだよな。僕ね、あの赤いパンツを履きます。試合の日に、はい。あ、これあんま言っちゃいけないのかな。あ、でも言ったことあるな。あのやっぱ赤を身につけてると運気が上がるような気がするんで、赤いトランクスを履いていつもあの試合には挑んでます。恥ずかしい。ありがとうございます。恥ずかしいところまで答えて。はい。じゃあ続いて、ワンコそばさん。具体的にどんな部分をファンサポーターには楽しみにしてほしいですか？そうですね。あの、とにかく、こう、勝利に、貪欲に、あの、90分勝利を目指して、攻撃も守備も、とにかくこう、アグレッシブにやり続けたいと思うんで、あの、もちろん、あの、いい試合で、なかなかこう、難しい試合たくさんあると思うんですけど、1分1秒、あの、笛が鳴る最後の瞬間まで、あの、勝利を諦めない、そういう、スタンスを持ったチームにしたいと思うんで、あの、そういう姿勢はぜひ、あの、楽しみに、あの、しておいてほしいなと思います。ブラントンさん、今シーズンのチームを作るにあたって参考にしているチームなどがあれば教えてください。ああ、まあ、今、あの、チーム作りの中で、その攻守にアクティブにっていうことを、こう、一番大きなメインに据えてるんですけど、その中で、まあ、ある程度、こう、チームの、まあ、形じゃないですけど、あの、まあ、4バックで、前線に、3トップがいるっていう形を、まあ、模索しながらやってるので、そういうスタンスでやってるチームは、まあ、もちろん参考にもするし、すべてこう同じことができるとも思わないですけども、あのまあ、取り入れたりすることはありますね。それこそまあリバプールであったりとか、そういうところのプレーはドルトムントであったりとか、そういうところのプレーはまあ参考というか、あのこういう風になりたいなとかって思って取り入れてるところはあります。いきますか？はい。はい。よいしょ。木山監督、今季にかける思いをいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。はじめまして、監督に就任いたしました木山です。よろしくお願いいたします。まあ、これまであの J2 で、力を蓄えて戦ってきたあのファビアノ岡山です。今年その力を結集してあの新しいチームですけども J1 昇格を目指して、全力で戦っていきたいと思います。岡山の皆さんと力を一つに合わせて全力で昇格を目指して頑張りたいと思います。ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。聖霊士の集まりってしょっちゅう集まってるんですよ、20人だからね。そのサッカーの話になっちゃうんですよね。あの中国地方で行くと、サンフレッチェ、この J1 でやってるんでね、あのみんな割とあの J1 の議論が多いんです。まあ埼玉が2つあって、まあ、1つ1つ J1 全然になってますから、ぜひあの我々に J1 の議論をさせていただきたい。ありがたいです。一試合一試合あの自分たちの持っている力と相手の力をしっかりあの見極めて、
立っていく方法を全員で探って、やっていくだけだと思います。はい、じゃあすみません、視聴表敬、はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい。じゃあ質問コーナーちょっと続けていきたいと思います。はい